岡田ジャパン2022年のカタール大会をベスト16で終え、またも目標としていたベスト8を勝ち取れなかった日本代表ですが、現在のチームが作られる上でその礎となったチームがありました。それが2010年南アフリカワールドカップで戦った岡田監督率いる日本代表で、大会前は全く評価されていない中で、本大会では大どんでん返しを見せた激アツな大会でした。そのため今回は岡田監督が2度目の指揮を取った南アフリカワールドカップでの日本代表を見ていきたいと思います。私もサッカーを好きになり始めた時代でとても鮮明に覚えていますので、皆さんと一緒にこの熱い戦いを振り返っていきたいと思います。それではまずドイツワールドカップ後の代表から見ていきましょう。ではまず2010年南アフリカワールドカップに臨む日本代表のそれまでの状況を振り返っていきたいと思います。2006年ドイツ大会では多くの期待を集めながらも世界の壁を痛感させられた日本代表でしたが、それまで指揮を取ったジーコに代わって代表指揮官の任に就いたのは、サムライブルーに知性と哲学をもたらした師匠イビチャ・オシムでした。2006年7月、 J リーグにおいてもジェフ千葉で栄光を築いた欧州切手の名将が日本代表指揮官に就任すると、当時革新的であった考えて走るサッカーを掲げ、ジェフで共闘した阿部勇樹、水野幸喜、また大久保嘉人、川島英二、今野康幸、そして当時20歳前後の本田圭佑ら若い世代を招集するなど世代交代を遂行、世界のまでばかりして追いつこうとしても絶対に追い越せない自分たちの良さ長所を追求し続けることでこそ世界と戦えると、我が国が目指すべきフットボールの姿を示した名将は日本のフットボールに新たな哲学を注入していきます。そんなオシム監督率いる日本代表は2007年アジアカップではベスト4の結果に終わったものの、親善試合などで魅力的なサッカーを披露するなど、世界で戦えるためのチーム作りは来たる次のワールドカップへ期待感を抱かせるものでした。しかし年明けにワールドカップアジア予選を控えた2007年11月、驚愕のニュースが舞い込みます。オシム緊急入院。新たな姿を見せつつあった代表を育ててきたオシムが急性脳梗塞のため集中治療室での状況を見守っていることが報じられると、日本サッカー界に激震が走ることとなりました。現在でこそ志半ばで終わった師匠の改革を惜しむ声は多々聞かれますが、当時はただ彼の無事を祈るばかりで、当時JFA 会長の任にあった川淵三郎キャプテンも急性期のため症状が不安定で長期的展望についてはお話しする段階ではない、我々協会にとっても本当にショックな出来事、皆さんの関心事だが今は代表どうのこうのというよりもオシム監督に治ってほしい、命を取り留めてほしいと涙ながらに無事を祈るのでした。その後オシム監督の症状が回復に向かったことは幸いだったものの、 JFA は間もなく迎えるワールドカップアジア予選に備え後任探しに奔走することとなります。候補には浦和レッズ指揮官ホルガー・オジェックの名前などが上がる中、最終的に彼がいないとされたのがこの男でした、岡田武、岡ちゃんの愛称で知られる彼ですが、1998年ワールドカップでは最終予選途中の就任ながら見事史上初のワールドカップ出場権を獲得、その後コンサドーレ札幌、横浜 F マリノスで指揮を取った後は監督業から離れていたものの、この窮地に再び救世主としてその任を引き受けたのでした。そして2007年12月、川淵キャプテンと共に会見に臨んだ岡田監督は、オシムさんが代表監督を続けられないという状況になり、彼の無念さを思うとサッカー仲間としても監督仲間としても心が痛みます。私もこういう形で話をもらった時、人生は分からないものだと思いました。考えれば考えるほど引き受けられないと思いましたが、引き受けた以上日本代表チームがワールドカップに出場できるように全てを尽くしたいと就任を決意した背景を語り、今まで日本代表札幌横浜と監督を務めてきたが、いつもチームがうまくいっていないので変わってくれという話だったが、今回は自分の色を出して引っ張っていくのは得策ではない、年明けの合宿だけで新しいチームを作る自信はありません、ましてオシムさんのサッカーはオシムさん以外にはできない、それでも今あるものを生かして少しずつチームを作っていくのがベターだと考えています、ただ日本人のコンセプトという意味では誰がやっても変わらないと思いますと、オシム前監督がこれまで築いてきたスタイルをベースにチームを構築していく意向を口にしました。またワールドカップを知らなかった10年前からサッカーを取り巻く環境もだいぶ違ってきた、あの時は僕も若かったしともかく必死でしたが、あれから年を取って人間として少々丸くなったので、昔ほど皆さんに辛く当たることもないと思いますと、ここまでの経験とともにまた新たな展望を代表チームにもたらしてくれることを期待させる頼もしい決意表明となりました。こうして約10年ぶりの再任で始動した第2次岡田ジャパンでしたが、親善試合などをこなす中、いよいよワールドカップアジア予選もスタート、センターバックの一角に定着した田中マルクス・トゥーリオ、またやがて代表の主力を担っていく長谷部誠、長友佑都、内田篤人、松井大輔らも新たに招集され、全チームをベースに新指揮官の色を取り込みつつ新たなスカッド構築を目指して
出しました。そんな第2次オカダジャパンはアジア3次予選でバーレーンとのアウェー戦を落としながらも最終的に4勝1分け1敗の成績でグループを首位通過。続くアジア最終予選ではアジア予選に加わったオーストラリアに1分け1敗と首位を譲ったものの、最終的には4勝3分け1敗の結果で無事4大会連続のワールドカップ本戦出場を見事確定させたのでした。その他サウジアラビアとバーレーンがプレーオフで本大会出場を逃し、アジアからはオーストラリア、韓国、北朝鮮の本戦出場が決定。そして2019年12月にはグループリーグの組み合わせ抽選会が開催され、我らが日本代表はオランダ代表、デンマーク代表、カメルーン代表ら難敵が揃うグループ E に入ることが決まりました。こうして対戦国も決まり、分析調査を進めた岡田ジャパンでしたが、いよいよ大会が開催される2010年に入ると思わぬ波乱が起こります。2月に行われた E1 サッカー選手権で韓国に敗れたのを皮切りに、国内で行われた主力落ちのセルビアとの戦い、そして韓国との再戦で2連敗を喫すると、サムライブルーへの期待値は一気に急落。メディアの強烈な煽りとともに自国サポーターからの厳しい非難にさらされ、また結果が出ない状況には岡田監督自身も進退伺いを立てたことが報じられるなど、本大会でのグループリーグ突破は絶望的との見方が強まっていったのです。某サイトが行った調査によれば、指揮官の支持率は 16% にまで落ち込むなど、国民すら敵に回した岡田監督、そして自信を喪失した崩壊寸前の代表選手たちでしたが、この窮地が彼らに決断を迫ることとなりました。これまでオシム監督の築いたアグレッシブなスタイルで臨み、フォーメーションも日本にゆかりある 4-2-3-1 を使ってきた岡田ジャパンでしたが、本大会直前で 4-1-4-1 へのシステム変更を決意。ミーティングで意見をぶつけ合う中、トゥーリオは俺たちは弱いんだからカッコつけている場合じゃない、やれることを泥臭くやるしかないんだ、ボールも繋げないなら繋がなくたっていい、引いて守ったっていいんだと発言するなど、世界との戦いを前に結果にコミットするための失点しないサッカーへ方向転換する大勝負に出たのです。特に長谷部遠藤とともに中盤にバランスを与える存在として阿部のアンカー起用がされたのは、相手の強力攻撃陣をせき止める意味でもフィルター役となり、日本がワールドカップを勝ち抜く上で重要な存在となりました。そして長谷部遠藤のダブルボランチが一列前に上がった結果、中村俊輔が先発から外れる形となり、その他右サイドバックは内田に代わり今野康幸が入るなど、リスク管理を最優先とした修正が施されました。加えてゴールキーパーは奈良崎聖剛に変えて川島を起用し、代表キャプテンには長谷部が指名されるなど、この重苦しいムードから抜け出すための晩策が尽くされたのです。ただこうした付け焼き場とも取れる試行錯誤の中、欧州での親善試合となったイングランド戦、コートジボワール戦では再び2連敗を重ねてチームは4連敗、もはや崖っぷちに立たされた岡田ジャパンは、間もなく迎える本大会のぶっつけ本番で結果を残す以外、この状況を覆す道は残されていませんでした。こうしてオシム前監督時代から積み上げてきたものと決別し、本大会開幕直前で改革を強行した岡田ジャパンでしたが、その実践の場すらほとんど与えられないまま、6月11日には2010年南アフリカワールドカップがいよいよ開幕。当時の FIFA ランクではグループ最有力のオランダが4位、そしてカメルーンが19位、デンマークが36位と続き、45位と最下位に位置した日本のグループリーグ突破はかなり厳しいとの見方が大勢を占めました。こうして我らが日本代表のグループリーグ初戦が幕を開けるわけですが、大会3日目に顔を合わせたのは不屈のライオンことカメルーン代表でした。彼らもまた大会前からチームの内紛なる苦しい状況にあったものの、当時絶頂期にあったサミュエル・エトーをはじめ、ベテランのジェレミ・ヌジタップ、また若き日のジョエル・マティプやエリック・マキシム・シュポモティングらを擁し、アフリカ開催での躍進による闘志を燃やしていきました。片や直近では同じアフリカ勢のコートジボワールに不敗をなめるなど、不調のサムライブルーにとって厳しい結果となってもおかしくない一戦だったと言えるでしょう。そんなグループリーグ初戦に臨む日本代表のメンバーは、ゴールキーパーに先発に抜擢されたばかりの川島がそのまま起用されると、ディフェンスラインは右から超絶クロスとバランスに優れた駒野雄一、鬼筋肉を誇るディフェンスリーダー中澤雄二、東証のごとくチームを鼓舞するフィジモン、田中マルクス・トゥーリオ、そして未完のダイナモ長友佑都のフォーバックとなりました。またやはりアンカーには中盤の職人肌阿部勇樹、そして2列目にはセンスあふれるテクニシャン松井大輔、心を整えまくりの代表キャプテン長谷部誠、天才ゲームメーカー遠藤康人、熱きゴリゴリストライカー大久保嘉人が並ぶと、これまでセンターフォワードを務めてきた岡崎慎司がベンチに回り、現在はジャンケンと会社経営で大忙しの絶頂俺様系ミッドフィルダー本田をワントップに起用する 4-1-4-1 を採用し、試合前にはエンジンを組んで一丸となり大会初戦に臨みました。スタジアムでは今大会の名物となったブブゼラが大音量で鳴り響き、アウェーゲームの空気で囲まれる中、緊張のグループリーグ初戦がついにスタートしました。大歓声に後押しされ攻めるカメルーンに対して守りから入る日本がチャンスを伺う前半でしたが、39分には遠藤の右サイドへの展開から松井が鮮やかな切り返し
しでクロスを供給。カメルーンディフェンス陣の頭上を通過すると、ファーで待っていたホンダが冷静にトラップして初ゴールをゲット。貴重な先制ゴールを奪ったホンダは、疲労が誕生日だったのだよ、持ってるなと歴史的名言を残すと同時に、自身の輝かしいワールドカップヒストリーをスタートさせることとなりました。また引き分けも覚悟していた日本にとって、そんなエースの一発は今後に弾みをつける願ってもない時間帯での値千金のゴールとなったのは言うまでもないでしょう。これで日本は前半を1対0とリードして折り返し、この1点を守りきれるかが試される試合となりました。そして後半に入ると、序盤からカメルーンは江藤の個人技などで日本ゴールへ迫りますが、中澤、トゥーリオの両センターバックを中心とした再三にわたるカバーリングが光り、決定機を阻止。一方の日本は途中から入った岡崎のシュートがゴールポストを叩くなど追加点を伺いますが、刻々と時間が過ぎる中、カメルーンが最後の猛攻を仕掛けます。ちなみに今大会の目玉である公式試合球ジャブラには、その性質からボールの伸びや不規則な変化が予想しづらいと評判となっており、各チームはその特性を生かしてクロスやミドルシュートを積極的に戦術に取り込んでいきました。例に漏れずカメルーンもペナルティエリア外からのクロスやシュートを対応し、85分には強烈なミドルシュートがクロスバーを叩くなど、幾度となく日本ゴールを脅かすと、ロスタイムを迎えた92分、ジェレミのクロスにピエール・ベボがダイレクトで合わせますが、これを横っ飛びした川島がファインセーブ。これで守りきった日本は1対0のままタイムアップを迎え、日本は戦前の評価を覆して貴重なグループリーグ初戦勝利を掴んだのでした。試合後、強敵カメルーンから勝ち点を奪うことに成功した岡田監督は、カメルーンというチームは個々の技術、フィジカル能力が高く、タフなゲームになると予想していた。あまり前から行き過ぎると向こうもガンガン来るので、ある程度ボールを持たせた中からプレスをかける方が得策だと考えた。後半になればカメルーンの方が勝たないといけないという気持ちが強くなるし、焦ってくる。ポイントや後半もプレッシャーをかけ続けられるかどうかだったが、守備は最後まで頑張ってくれたと、チーム一丸となって狙い通りの試合ができた手応えを語るのでした。これで一気に勢いに乗りたい岡田ジャパンでしたが、2戦目に迎えたのはグループ E 最大の強敵オランダ代表で、この試合は今大会最も実力差のある相手との対戦となりました。オランダは前線にアリエン・ロッペン、ロビン・ファンペルシー、ディリュック・カイトを並べ、中盤にはマルク・ファンボメルニ、ベスレイ・スナイデル、ラファエル・ファンデルファールトラ、ワールドクラスを揃えた彼らは欧州予選を8戦全勝で勝ち抜いており、グループリーグ初戦ではデンマークを2対0で撃破するなど、優勝候補の一角として前評判通りの強さを見せていました。そんなオランダは同じ1勝同士といえど、引き分ければ同じぐらいの強敵でしたが、日本は初戦からメンバーを変えず、さらにチームの完成度を高めることを目指します。そして試合が始まると、戦前の予想通りボールを支配するオランダ、自陣にブロックを築いてカウンター狙いの日本の構図でスタート。前半は球際で激しい攻防が繰り広げられる中、互いにフリーキックなどでチャンスを得たものの、決定的な場面を迎えることなくスコアレスで終了。オランダへリスペクトを示し、守勢に回った日本にとっては理想的なスコアで終えることができた前半でした。そして試合は勝負の後半へ。前半同様、オランダの猛攻を日本が耐える時間から始まると、均衡を破ったのは欧州屈指の司令塔が放った強烈な一発でした。53分、左サイドをオーバーラップしたジョバンニ・ファンブロンクホルストのクロスをトゥーリオが頭で跳ね返しますが、ボールを拾ったファンペルシーからボールを受けたスナイデルがペナルティエリア外から強烈な右足を一閃。これを川島が弾くも、ボールは意欲を残してゴールに突き刺さり、日本はついに先制を許すこととなりました。後に岡田監督が、特に前半守りに徹したわけではないが、ただ守るだけでは持たない、オランダは点が入らなければじれてくるので、ボールを奪ったら勇気を持って攻撃に転じようと話していた。後半20分過ぎに勝負をかけようと思っていた矢先に失点して、当然前がかりになったが、打ち合いでこちらのミスが目立つのは致し方なかったと語ったように、日本は64分に松井に変えて中村、77分には大久保長谷に変えて岡崎、玉田圭司を投入して攻撃のリズムを作り出しました。しかし決定的な形まで至らない中、終盤はオランダの鋭いカウンターに対し川島が好セーブを連発してしのぐと、最後の決定機を迎えたのは89分でした。後方からのロングボールをトゥーリオが頭ですらし、ペナルティエリア内へ走り込んだ岡崎がランニングダイレクトボレーを放ちますが、ゴールバーのわずか上に外れると、そのまま試合は終了。0対1でオランダが勝利し、強敵相手に善戦しながらも勝ち点の積み上げがないまま、グループリーグ最終戦に勝負をかけることとなりました。悔しい敗戦となった岡田監督は試合内容について、1点の差は日本がなかなか乗り越えられない一つの壁だと思っている。差が何だったのかといえば、チーム全体の差、ボール際であったりポゼッション率であったり、全てのことを含んでいると思うと語ったように、スコア以上に試合運びや局面での差を見せつけられた一戦だったと言えるでしょう。一方、もう一つの試合ではデンマークがカメルーンに勝利したため、グループリーグ通過の行方は日本と同じ勝ち点3で並んだデンマーク代表との直接対決で決着する運びとなったのでした。
改めてグループ E の状況を整理すると、ともに1勝1敗で勝ち点3の日本とデンマークが3戦目で直接戦うため、その結果に関わらず勝ち点6のオランダのグループリーグ突破と勝ち点0のカメルーンのグループリーグ敗退がすでに決定。なお日本の得失点差プラスマイナス0に対し、デンマークはマイナス1となっており、日本がグループリーグを突破するには引き分け以上の結果が必要でした。一方日本と同様オランダに敗れカメルーンに勝利したデンマークでしたが、勝利しなければグループリーグ敗退。マルティン・ヨルゲンセンやデニス・ロンメダールらベテランに加え、ニクラス・ベントラーや主将も務めるヨンダール・トマソンなど強力なタレントを揃え、グループリーグ突破にかけた戦いに臨みます。日本は3試合連続で同じ先発メンバーが並びましたが、右サイドハーフに長谷部が移動し、阿部と遠藤がダブルボランチに並ぶ 4-2-3-1 の攻撃的配置に変更。試合前の会見に臨んだ岡田監督は、勝つことしか考えていない、もし負けたらということは考えていないと語れば、急遽主将に任命された長谷部も同じく、人生をかけた試合、引き分け狙いではなく勝ちに行くとこの試合への覚悟を語ってみせました。そんな絶対に負けられない戦いは6月24日20時30分にキックオフ、決勝トーナメントへ向けた大一番を迎えました。試合は序盤デンマークがチャンスを作りますが、それを冷静にしのいだ日本も徐々にペースをつかむと、12分にはホンダのクロスに斜めに走り込んだ松井のアウトサイドキックは惜しくもゴールキーパーに阻まれ、その直後にはスルーパスを受けた長谷部のシュートがわずかに枠の外と、得点こそならなかったものの、日本も理想的な攻撃を随所に披露します。その直後にはデンマークもトマソンが惜しいシュートを放つなど、見応えのあるオープンな展開が続き、日本も 4-1-4-1 に陣形を戻す修正を施す中、早くも試合が動いたのは17分でした。日本は相手陣内でフリーキックを得ると、蹴るのは持ってる男こと本田、かつては絶対的キッカーの中村俊介にキッカーを譲るように持ちかけるなど、強気で強烈なシュートが持ち味の彼ですが、この試合では見事信頼を勝ち取り、自らがボールをセットしました。すると彼が放った強烈かつ美しい弾道のシュートは約 40m と言われた超長距離を突き抜け、ゴール左隅にズドン。ジャブラニの特性を生かした無回転のボレ球フリーキックは理想的な軌道を描き、キャリアの中でもベスト3に入るほどの素晴らしいゴールを披露し、これで日本は待望の先制点を挙げることに成功します。この先制点がデンマークに焦りを与え、そして日本には勢いをもたらす一発であったことは言うまでもないでしょうが、続く30分には本田とのワンツーで抜け出そうとした大久保が倒され、再びフリーキックを獲得。ボールの位置に本田と遠藤が立つと、今度は遠藤が打った瞬間入ったと思ったと語る理想的なコースを描いてゴール右隅に突き刺さり、日本は2本のフリーキックで2対0と追加点を奪うことに成功します。後にこの時ばかりは本田が譲ったとされるシーンですが、日本が誇るフリーキックマスターのキック精度と強心臓ぶりが発揮された、これまたキャリア屈指のゴールが岡田ジャパンに大きく勝利を引き寄せます。そして試合は日本が2対0としたまま後半へと進み、一進一退の攻防が続く中、流れを変えたいデンマークは18歳の神童で、現在はユナイテッドに所属する天才クリスティアン・エリクセンを投入。これで攻撃の幅が広がったデンマークは81分に長谷部のファールを誘って PK を獲得すると、トマソンの PK は川島がセーブしたものの、跳ね返りをトマソンが沈めて2対1と1点差に詰め寄られます。しかしその後も流れを渡さなかった日本は、ホンダがバイタルエリア付近での切り返しで鮮やかにディフェンダーをかわすと、中央でマークが外れていた途中投入の岡崎へパス、高校まで決定機を逸して苦しい時間を過ごしてきたストライカーがエースのお膳立てを冷静にゴールへ沈め、3対1と試合を決定づける一発となりました。その後代わって入った今野、稲本潤一らが試合を締め試合終了。勝利を収めた岡田ジャパンは激戦のグループ E を見事勝ち抜き、2002年以来の決勝トーナメント進出を決めたのでした。試合後キャプテンの長谷部は、今大会は守備面ですごく手応えがある、攻撃面でもいい形を作れるようになってきたとグループリーグを勝ち抜いて得た自信を語ると、戦前の低評価を覆し、見事サムライブルーを次のステージへと導いた岡田監督は、スタッフ含め関係者全ての皆さんに感謝したいと感謝を述べるとともに、日本は世界の中でトップレベルの試合をなかなかできない、選手たちも本気の相手とやったらどうなるんだろうと手探りの状況でした。ただワールドカップでプレーする中で、実はこれぐらいできるんだ、攻撃を無理しちゃうとやられるんだといったことを肌で感じて掴み出してくれた。日本はボールをつなぐのが得意ですが、中盤で手数をかけすぎるとカウンターを受ける、その辺のさじ加減を選手ができるようになったのが大きかったですと、かつて自身が1998年に経験した世界との距離をチームに還元し縮めている手応えを語るのでした。こうして大会前の失望と打って変わり、いよいよ決勝トーナメント進出まで果たした岡田ジャパンに対しては、批判の先陣を切ったマスコミ、そして日本サポーターとともに手のひら返しが行われるなど、国内もフィーバー。今やサッカー日本代表が歴史を塗り替え、まだ見ぬ新たな景色を見せてくれることに期待を膨らませるようになっていました。さて今大会も半分の日程を消化し、生き残ったチームも半分の16となったわけですが、グループ A では前回ファイナリストの強豪フランスが1分け2敗とグループ最下位でグループリーグ敗退、またグループ F でも前回王者イタリアが2分け1敗のグループ最下位で姿を消すなど、各地で波乱が続きましたが、ラウンド16で日本と対戦するのはそのイタリアを抑えてグループ F 首位通過を果たした南米の中堅パラグアイでした。ビッグネームは不在ながらも、南米予選では2位チリと同勝ち点の3位で通過を果たし、グループリーグでは1勝2分けの成績ながら
首位通過するなど、そのしたたかさは健在。そして彼らもまた史上初のベスト8進出を目指してここまでやってきました。ただ各グループ首位通過を決めた強国たちの中ではやや地味な印象もあり、国内では日本がパラグアイを破って史上初のベスト8に到達することに大きな期待が寄せられたのです。その一戦を前に前日会見に臨んだ岡田監督は、明日の試合はベスト8というまだ日本が経験したことのないポジションへのチャレンジということで、今持っている力を全力でぶつけてこのチャレンジに打ち勝ちたいと思います。パラグアイ代表は非常に守備も固く、速い攻撃、力強いプレーをする。当然グループを1位で抜けてきたのだからいいチームだと思いますが、我々も 100% 力を出せば十分可能性があると信じています、とまだ見ぬ景色への意気込みを語り、また明日の試合の戦い方を問われると、私も理想のサッカーというのはありますが、監督として勝つことを常に考えています。勝つためには自分の力と相手の力を考えて、その中で戦い方が出てくる。そういう意味でパラグアイとの力関係を考えて、同じように対等に打ち合っても日本はそこそこやるでしょう。でも結果終わってみたら負けていたという可能性の方が高い。そういう中で我々がどう戦うかというのは秘密です、とノックアウトラウンドの難しさを念頭に慎重に言葉を選びました。そしていよいよ決戦の日は訪れ、日本はグループリーグから引き続き、なんと4試合連続で不動のスターティングメンバー。選手たちの疲労に心配が集まりましたが、守備に重きを置く両国の戦いは堅調な試合展開が予想されました。そんな試合は開始20秒過ぎから大久保、駒野と立て続けにミドルシュートを放つなど、日本も積極的に仕掛けますが、冷静に試合を進めるパラグアイは20分、ペナルティエリア内でボールを受けたルーカス・バリオスが巧みなターンからフリーでシュートを放つも、川島がブロックしてピンチをしのぎ、直後には松井の超ロングシュートがバーを叩くなど一進一退の攻防が続きます。その後29分にはパラグアイのコーナーキックからロケ・サンタクルスのシュートがゴールを捉えきれず、39分にはホンダのミドルシュートが枠を外れるなど、互いにチャンスを作りながらも前半はスコアレスのまま終了。両国とも堅い守りを披露し、1点が勝負を分ける展開となります。そして後半も膠着した状態が続く中、パラグアイが最初の交代カードを切ると、日本も65分にイエローカードを受けた松井を下げ岡崎を投入。さらに81分にはここまでベンチを温めてきた中村健吾が出場し、攻撃のリズムが生まれたものの、時間は90分を迎え試合は延長戦へと突入しました。延長前半、パラグアイは途中出場のネルソン・バルデスが鋭いターンで日本の両センターバックをかわしシュートを打ちますが、これを詰めていた川島が体を張って好セーブ。一方日本はフリーキックからホンダの無回転シュートがパラグアイゴールを吸収するも、相手ゴールキーパーの反応で得点には結びつきませんでした。延長後半、日本は玉田をピッチに送り3枚の交代カードを使い切りますが、やはりスコアは動かず、試合はついに PK 戦に突入。川島のそばには川口義勝、楢崎の両ゴールキーパーが駆け寄りサポートするなど、総力戦で PK 戦勝利を目指しました。そして運命の PK 戦がスタート。先行のパラグアイが1本目の PK を決め、日本もエンド、パセベと続けて成功し2対2とすると、運命の分かれ目である3人目のキッカーが訪れました。先にパラグアイが3本目を決めると、日本は駒野のキックがクロスバーを叩いてビハインド。その後4人目のホンダが冷静に沈めるも、5人目まで全て成功したパラグアイが PK 戦を制し、この瞬間日本のベスト16敗退が決定。目標としていた新たな景色はまた次回へお預けとなりました。ピッチ上では史上初のベスト8進出を果たしたパラグアイの選手たちが喜びを爆発させる一方、日本の選手たちが目に涙を浮かべる姿が目前で逃した勝利への深い悔しさを物語りました。試合を終え会見に臨んだパラグアイの監督ヘラルド・マルティーノは、厳しい戦いだった、試合中私は恐怖と緊張感でいっぱいだったよ、 PK 戦での決着は不公平だと思うが、それが現実だ、この結果はパラグアイ国民に喜びをもたらすだろう、一歩前進したがまだゴールには到達していない、歴史を作り続けたいと、この死闘を味わった思いを吐露するとともに、次なる戦いへと野望を燃やしました。対して自らが戦前に語っていた通りに敗れてしまった岡田監督は、試合内容に悔いはない、選手たちは本当に素晴らしく、日本人の誇りを持って、またアジアの誇りを持って最後まで戦ってくれた、その選手たちに勝たせてやれなかったのはやはり私の責任、執着し執念が足りていなかった、これで我々のワールドカップが終わったと、本当に寂しい気持ちでいっぱいだったと、選手たちをねぎらい無念の思いを残して大会を去ることとなったのです。こうして4年間、また岡田監督にとっては約2年半続いた長い戦いは終わりを告げたわけですが、史上初のアフリカ開催となった今大会はブブゼラ、公式試合級のジャブラニなど様々な要素が大会を盛り上げました。その後の大会の行方はといえば、まず日本を破ったパラグアイは続く準々決勝でスペインに敗れ、そのスペインはグループリーグで日本を破ったオランダに勝利してワールドカップ初優勝、ユーロ2008に続いてビッグトーナメントを制覇した彼らは世界最強のナショナルチームとして黄金期の真っ只中にありました。一方、日本のサッカーファンに
とっては開幕前の低調ぶりから一転し見事躍進を果たした岡田ジャパンに胸を躍らせた1ヶ月間だったと言えるでしょう。これまで日本国内でもスペインが見せたようなボールを支配するサッカーに憧れる風潮はあったと思いますが、守備的な戦いに回帰した日本が今大会で結果を残していく姿を目の当たりにし、状況に応じて守備的に振る舞う必要性を認識させられた大会だったと思います。そんな守備的なチームで中心的な役割を果たし、ここまで4年間の大半を主将としてまとめ上げてきた中澤は大会を終えて、前回大会からの4年間でああすればよかった、こうすればよかったというのはない、やりきったなという気持ちと語ったように、トゥーリオと築いた主力を尽くしたディフェンスはチームの堅守を支え、世界と渡り合えることを示してくれました。そんな中澤からキャプテンの座を引き継ぎ、チームを引っ張った長谷部も、自分たちが全力を尽くした結果受け入れないといけないと思う、 PK は時の、それまでに決着をつけられなかった自分たちの責任だと思うと、日本の現在地を認識すると同時に、本当にこのみんなでワールドカップを戦えてよかった、勝てなかったが日本で応援してくれた皆さんに日本の気持ちを見せることができたと思う、チームワークは素晴らしかったと、チーム一体となって力の限り戦ったことに満足感を語るのでした。そして若い主将が団結力を誇った裏では、川島にゴールマウスを譲った川口、奈良崎の両ゴールキーパーなどのベテラン勢がサポートに徹した姿はチームが一丸となれた最大の要因だったかもしれません。一方、同じく裏方に回った岡崎、内田をはじめ直前で先発から外れた選手たちが悔しい思いをしたのも事実で、特に中盤の司令塔として今大会に臨むはずだった中村は、2002年はバックアップとして置くのは難しいというトルシエ監督の判断だったから、それを今大会でテストされているのかなと思った、ベンチにいても必要とされる選手になれるよう途中から切り替えたと、バックアッパーとしてチームを支えながら、その悔しさを大会後のキャリアで消化させていくこととなりました。また世界との距離を体感した若い世代は、今大会を機に多くの選手がステップアップ、阿部はイングランドリーグのチャンピオンシップ、長友はセリエや、川島はベルギー、内田はブンデスと次々と海外挑戦を決めるなど、今大会での日本の躍進は一層活躍の場を世界へと広げ、今日の日本代表の土台を築きました。総じて尻すぼみに終わった前回大会とは対照的に、大会が進むごとに評価を上げた今大会の日本代表は、歴史的に見ても好印象を残したチームだったのではないでしょうか。そして大会直前の戦術変更、大幅なメンバー変更など、2度にわたってワールドカップを率いた岡田監督の経験と決断力、そして窮地でチームをまとめ上げた手腕はやはり見事なもので、今でも岡田監督の人気が続いているのも、その時の姿をサッカーファンは未だ覚えているからでしょう。しかし彼らが日本サッカーの歴史に刻んだのは称賛ばかりではなく、以降長きにわたる議論として提起したのはベスト8の壁問題で、前指揮官オシムは改善すべき点は多くあった、決勝に入ってパラグアイのように勝てる相手と当たったのに、この結果は極めて残念だ、本当に勝ちに行ったのか残念でながら、勝つために必要なことをしたのかというと、それはない、後半はここ人がチームを無視した動きをしてしまった、この教訓をどう引き出すか、次のワールドカップを考えるのならば今日この負けた瞬間から考えなければならないと厳しいメッセージを伝えました。ただ最もその答えを熟知しているであろう岡田監督は、大会後の6月29日に退任の意向を表明、大会で主力を尽くした指揮官の退任は必然だったかもしれませんが、その後は JFA の理事就任やサッカー中継の実況解説も務めるなど、日本サッカーの良き貢献人のポジションに収まる形となりました。このように惜しくもベスト8の壁は破れなかったものの、チームとしてまとまった日本らしいサッカーを展開し、あらゆる面で多くのものを積み上げた第二次岡田ジャパン、日本の誇りをかけて戦う姿を見せてくれた彼らは、世界と戦える可能性と世界との差を改めて示し、次なる世代へとバトンを託して、その戦いの幕を閉じたのでした。ここまでご視聴いただきありがとうございます。今回の動画では2度目の代表監督就任となった岡田監督の下で、様々なドラマを演出してくれた2010年南アフリカ大会における日本代表の物語を語ってきましたが、いかがでしたか。あの熱い面々がグループリーグを勝ち抜いていく姿に興奮した記憶が再び蘇ってきたかと思いますが、ドイツで敗れて地に落ちた評価を取り戻すための物語は本当に爽快でしたね。そして現在に目を向けると、史上最強のタレントが揃うとされた現日本代表が先のワールドカップでまたもベスト8の壁に泣いたのは先日のことですが、次の2026年こそ新たな景色を見せてくれるのか、まだ先のことではありますが、また侍魂を宿したチームが出来上がり、悲願を成就してくれることを楽しみにしたいと思います。クラックジャパンではこれからも日本代表は追いかけていきますので、今後も見ていただけると嬉しいです。それではもし見ていただける方はチャンネル登録をしていただき、次の動画もお楽しみください。ではまたお会いしましょう。